2番は、まあ、1つやってみます。1番ですけど、アルファですよ。なんか見にくいけど。それでここ00で、PQRS ね。これベータ00。もうちょっと本当はここ00じゃない方が本当はまでできるといいのかもしれないけど、まあこれでいいですね。これを計算して、アルファ0000、何 A、 これ 2×2 ですよ。 A とか B は今からこれを計算、こうですね。そうすると、これちょっと書く、もう一回書くの大変なんで、ベータ00にアルファ00を書くと、これアルファベータですね。それで、じゃあベータ00に下はこう 0PQ とベータ00を書くと、これ0ですね。だから下も0。じゃあ次は2列に、これだからここ今、右側の1列がこれ。で、じゃあ右側の2列に行きましょう。0XZ。そうすると 0XZ だから0ですね。で、次は 0XZ だから PX プラス QZ ですか。それで次は0RS と 0XZ。だから RX プラス、何RX プラス SZ ですね。あんまり というわけです。それで次は、3列をかけるともう同じようなものですね。2列同じで、だから最初上0はもういいですね。で 0YZPY プラス QW ね。W どこ？それ次は 0YZRY プラス SZ ね。で、そうすると、アルファベータの00で、これは0ですね。で、何？PQ と XZRS と、ちょっとだんだん年取ってくると、いい格好になって 性格がもともと残なのに、 PQ と YW かな。で、ここ RS と YW なのね。こんなふうに行列の掛け算っぽくやるとこうなっちゃいますね。で、そうするとこれ、アルファベータと、ここの部分は AB ですね。これ AB になっちゃいます。もちろんだから、ここが A でここが B だっていうふうなことを使ってますから。さて、それで、なかなかこういうような、今まだ00だから楽だけど、ここが星だったらもっと大変なんだと思うんですけど、次は2番目ですけど、それで何かというと、点地のトランスポジションの T が見えにくいですけど、PQRS ですか。この点地を計算して、なんだっけ、アルファ0000A ですか。この点地を計算すると。で、そうすると、これ何ですか。これは、アルファ00がここに来るのね。
それで 0PQ が240PQ ですね。それで何色がない、あ、赤があるか。 0QS が 0QS でになります。そうするとこれA が A が A が PQRS なんで、なんか変だな、 0P、 あ、間違えてる、ここ R ですね、あ、大変だ、もう 0PR だからここ R なので、なんか変だと思った。それでここが A だと思って、ちょっと色がない、ここは A なんですけど、そうすると PR、A の位置です。PR がここに PR になりますね。それで QS の、点値、QS がここになってますね。ということは、これが、α の点値の A だということが分かります。で、OK ですね。で、3番目は、R、属する M2R が直行にします。回転でもいいんですよ。回転ならば直行ですから。あ、まあ、だから TRR が I2 だったね。で、そしたら10000R が3次の直行。まあ、こういう問題がありましたね。これは何か何だったっけ、3次の実対称行列がその3次の直行行列を使って対角化できるっていうことを示すときにこれを使ったわけで、だから そのために確認問題にしてます。それで、確か11月8日にこれ使ってますね。というわけでやると、だからこれちょっと困っちゃったな、P でいいかな。で、点値の PP、 これが I3 が直行あってことね。だから計算しよう、というわけで、どう、そしたらこれありますから、これがあるんで、まあ、T の 10000R と 10000R で、そうするとこれはどうなるかっていうと、この2番の結果を使うと100の00の点値の R になりますね。で、それで次1番を使うとこれ見てくると分かるんですけど、 1×1 で1ですね。で、ここは点値の RR ですね。そしたら点値の RR、 これ I2 ですから、10011、ちょっと見づらいけど、これ I3 ですね。だからだから P は O3 が分かります。まあ、これが一番か、なんかいろいろつまらんこと喋りましたけど、喋ったのはその3次の実対称行列が3次の直行行列で対角化できるっていう話をしたときに、これ簡単だとか言ってなんかいろいろ喋りましたけど、これが一番簡単じゃないですか、多分。